ハブマサノリハブマサノリ12月10日から1971年8月8日は日本の内務官僚第1次この江内閣の内務次官、県知事旧姓奥脇山梨県出身奥脇茂平の逸夫として生まれる1922年ハブ家の入府となり改正氷川中学第1高等学校を経て1916年5月 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1915年10月、文官高等試験に合格した。1916年7月、台湾総督府に入り同付属となる。以後、台湾総督府事務官、民政部職産局商工課、同局水産課長、同商工課長などを歴任。1923年11月、 帝都復興院に展示事務官として、総裁官房に勤務。1924年2月、帝都復興院が復興局に改祖されると引き続き勤務し、長官官房文書か、横浜市長所、復興局書機関、土木部署務課長などを務めた。1930年3月、東京府書機関、学務部長に展示、以後、北海道庁部長、拓殖部長、 愛知県書記関、内務部長、大阪府書記関、経済部長などを歴任。1936年3月、福井県知事に就任。1937年11月、三重県知事に転じたが、1ヶ月ほどで内務次官に投用された。1938年6月に内務次官を辞任し退官した。その後、日本陶器工業組合連合会理事長。 全国輸出羽豚へ工業、組合連合会理事長などを務めた。戦後に公職追放となり、1951年8月に解除された。ありがとうございます。